ございます。コウスケです。2日目のですね、出張の朝でございます。おはようございます、ケンちゃん。おはようございます。今からですね、7時半からですね、ゲートに集まりまして、9時までね、僕たちちょっと、働きまして、その後1時からちょっとね、間空くんですけど、そうだね、うん、その間ここでね、休憩したり事務仕事したりみたいな感じでやっていこうと思いますので、はい、皆様今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では今から出発していきたいと思います。レッツゴー。旅する勝間岳、お疲れ様でした。今ですね、時刻は9時20分ぐらいでございますが、今ね、朝の仕事終わってきました。無事にとはね、言えなかったね。まあ、ヒヤッとした。ヒヤッとしたね。ヒヤッっていうか、もう僕がですね、あのクライアントさんからいただいてるメールがあるんですけど、そのメールをですね、今日のね、お手伝いしてくれる協力会社の方に振ってたんですが、それが一切共有されてなかったということで、現場の状況をね、あのいらっしゃった方全く把握してないということでね、本当にサーキットさんに助けられて、なんとか事なきを得たと。あるんですね、やっぱりこういうことってね。怖いですね、どこまで確認しなきゃいけないのかっていう話なんですけれども、まあでも無事にね、なんとか確認作業できましたのでよかったです。これから13時からですね、また新しいロケハンがありますので、ロケーションハンティングってやつですね、がありますので、それに備えて僕たちはね、体力を温存したいと思います。温存した映像をご覧ください。甘い甘い。回復してる。回復してくる。こんなあるぞ。昼飯いらねえわ。これでいいわ。回復してるわ。甘い。旅する勝間岳。体力がね、完全に回復しました。僕たちはね、昨日行きました一生さんにお昼を食べに行きたいと思います。500円のランチがね、食べれるということで、どんなランチか楽しみです。行ってきます。僕たちの目の前には兄弟でありながら薄い壁が存在しています。今日の日替わりランチ525円、おにぎりもついてサラダもあって中華そばです。いただきます。一生さん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう破壊的な金額ですね。525円で申し訳なくない。おにぎりついてサラダついて最後にコーヒーも飲めるという、やばいです。申し訳ないよね。旅する勝間岳。はい、無事にですね、ロケハンが終わりました。今からですね、帰りたいんですけれども、今時刻が3時ぐらいなのかな。そうだよね、ケンちゃん。旅する勝間岳の長男といたしましては、まあね、途中のサービスエリアで車中泊しながらね、帰りたいなんて思ってたんですけれども、まあ旅する勝間岳の弟さんがですね、できるだけ家で寝たいという人なので、まあそれはね、かわいそうなので、嫌なことをさせるのは嫌なこととかじゃないじゃん。嫌なこと、生理的にね、嫌なことだということですので、今から片付けまして、まあこれから帰れば10時11時には帰れると思いますので、まあできるだけサービスエリアとかでね、お食事をしたりとか、まあそういう情報を残しながら帰ってきたらいいかなと思いますので、ちょっとね、楽しい動画になるかどうか分かりませんが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
解。せーの。絶対無理だ。バックしていきます。はい。動きませんでした。おらおらい。おらおらい。おらおらい。はい。へい。丸のところに、違う違う違う、こっちの丸、そう、そこに通してこれね、そう、こっちこんな非力なやつで平気なの。大丈夫、それが切れたらサイドブレーキがかかるシステムだから、これもつけてみて。それで、当てて回すだけ。そこを、引っ張ったりね、しなくて、ただ回すだけ。これグリグリしない。もうこれで当てたら、一番左にしといて。今当てて、当てた当てたら、こっちに回すだけ。いい、はい、オッケー。あとはケンちゃん、はい、冷蔵庫をあの非力な DC に変えるっていう、意味のない意味のない DC に変えるっていう。ほんと電源来てるのかな、これ心配になっちゃうよね。あれね、うん、熱々だったからもう。上のやつを、それをもうそっち、下、そこです。はい、元気すぎ、それ出す、そこです。一軒、うん、一軒。はい、あとここロックオッケーだね。大丈夫ですね。はい、はい、大丈夫大丈夫、オッケー。上、そっち、オッケー。全部おっかなびっくりだね、うん、閉まってます。大丈夫、すぐ壊れんだもん、トレーラーって。まあちょっとヨーロピアンはね。ああ、おえ、これは2、うん、すいません、忘れてました。 OK して OK で、あと前のフロントロッカーを、これで覚える、覚えてきてる、覚えてきてる。うん、いいいいいい、できるできる。 OKOK、 もういいよ。どっちも閉まってると思う。 OK、 こっちは開いてるやないかい、これ。すいません、俺も今確認したのに。だからこういうことでヒューマンエラーが起こるってことだね。旅する勝又家、はい、では準備ができましたので、これから御殿場に向けて帰りたいと思います。レッツゴたち。紹介したかったのはですね、朝霞パーキングだよね。朝霞パーキング、なんでここをね紹介したいかっていうと、東北道ってあまりシャワーがないんですけれども、こちらの朝霞はね、上りは、コインシャワーがなんとついていると。下りはない、下りは分かんない、下り調べてません。ただ僕たちいつも現場終わって、まあまあ確かに、そう、お風呂入るとしたらもうここのコインシャワーで、ね、寝ちゃうやつよ。そう、僕はね基本的に寝ちゃいたいのでここで入ってます。で、あとエネオスがあるので給油ができるということで、今、こちらがですね919キロ走ってまして、もうメインタンクなくなってサブタンクがね半分ちょっとなんで給油しようと思います。かなり走ったね。走ったね。何リッター入るかなっていう感じですね。サブもメインも満タンにして、108リットル。108、え、そんだけしか入んない。全部で180リットルだけど、180ね。そう、サブがね、うん、サブが、サブが半分以上あったから108リットルで、高いよ、142円だよ、廃浴じゃん。あんまり入れるタイミングないからさ、これ180リットルだから、久々に入れるとびっくりしてるぐらい上がっちゃってるよね。高いの、高い、まあ、高速っていうのもあるからだと思うんだけど、まあこれで余裕で帰れますので、1200キロ走れますから、この状態で。今からあの次の寄るところは、あの僕たちが好きなご飯、東北のね、東北道の上りの一番飯がうまいんじゃないかっていうところに行きたいと思いますので、ぜひねこの続きも見てください。旅する勝又家、旅する勝又家、はい、到着いたしました。焼いた北です。こちらがですね、僕たちが多分一番、東北道の上りで美味しいんじゃないかっていうご飯がね食べられるところです。ケンも好きっしょ。僕も好きです。はい、ということで行ってみましょう。時刻は5時53分で、もう6時ですね。お腹もペコペコですし、お尻も痛いです。行きましょう。はい、はい、こちらが焼いた北です。狭いんですよね、かなり。ただね、
新しいです。新しいし食堂がすごくいいです。行ってみましょう。野菜炒め850円。めちゃくちゃ美味しかったです野菜炒め。中井パーキングっていう東名の下りにあるサービスエリアのね野菜炒めもめちゃくちゃ美味しいんですけど、そこも春ね、ここもね春ぐらい野菜炒め美味しいんで、焼いたきたちょっとしょっぱいのがね苦手な人は厳しいかもしれないですけど、味がしっかりしてる、味がしっかりしてるよね、すごい美味しいので、焼いたきた上りですね。こちら野菜炒め定食食べてみてください。はい、6時間半ぐらいですかね経ちまして、やっと戻ってまいりました。現在10時、無事に到着しました。お疲れ様でした。もうお尻がね痛くて痛くてしょうがないです。でも冷蔵庫がですね、冷えてるか、走行充電冷えてないんですね。これピーサーって何にも冷たくなってないし、これ繋がってんのかな、全然ぬるいわ、参っちゃったな、何なんだろう。氷が入ったから少し冷えてるぐらいのようなもんで、明日ちょっと確認します。残念だなこれ。なんかはい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。僕とね、ケンちゃんの出張のね、キャンピングトレーラー旅でございました。なんかね、情報になるようなことを一生懸命やったんですけども、いかがだったでしょうか。はい、ということで、またね、次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。